あ、出ましたね。はい。最終的な野望は、まあ、いろいろあるんですよ。例えば、MS ビルドの、その、ライフサイクルに組み込める形にしてですね。で、ビルドをビジュアルスタジオ上で自動的にやれるようにとか、まあ、ちょっとこう野望はあるんですが、今もとてもそこまで着手できないので、現状をおさらいして、で、まあ、ツールとしてここら辺をこうすればいけるよねみたいなちょっと担保を図で示して、確認しておこうと思います。今はまず最近全く使ってないですけど ILCEXE という一番最初これを作ってたプロジェクトで全部いろいろ試したりしてたんですけどね。この ILCEXE というエグゼが、出力されるプロジェクトがあります。それから今はここでやってたコードを分離して、ILCCore というライブラリを、作り、あ、これ ILC じゃないですか、IL2C です。で、この IL2C エグゼはこのライブラリを参照するような形にしてますね。で、もう最近はずっとこれをひたすらゴリゴリいじってる感じですね。で、まあ、参考までにテストのコードは IL2C コアテストというライブラリがこのコアを参照するというような感じになってますね。ここがコアインメンテーションと、はい。で、こいつをいじらなくなってから久しいので何が入ってたかあまり記憶ないんですけど、なんかテスト用のなんかハローワールド的なメソッドが定義されてて、そいつをもうそのまま今のコンバーターに渡して変換してコンソールかなんかに出力するっていうだけのコードになってたような気がするんですよ。で、今日っていうか、まあ、今回やりたいのは、こいつに例えばコマンドラインから IL2CEXE で、ここになんか DLL、 その変換したい DLL を指定すると、そうするとソースコードが吐き出される。まあ、なんか本当ならな、ソースコード名とかもここに書けば そのソースコードのファイルとして生成されるみたいな感じにしたい。まあ、本当はね、その辺ちゃんとオプションとか指定してできるようにしておきたいんですが、まあ、とりあえず今回は簡易的に、第一引数にそのアセンブリーと、DLL の名前を指定する、第二引数に出力先のソースコード、ほにゃほにゃ C とか、まあ、H でもいいかもしれないですけど、まあ、こんな風に指定すれば変換されるみたいな風に想定しましょうか。で、問題は、心の中に含まれるどのコードを出力の対象にするかですよね。っていうのは、これは、まあ、今回 C シャープで書いたとします。 C シャープで書くってことは、 C シャープってメソッドを単独で置くことができないですよね。必ず何らかのクラスの中に配置する必要があります。例えば、パブリッククラス語源みたいなクラスがあり、ここの中にパブリックスタティック例えばイントメインストリングの配列 args
みたいなあのメインですね、あのメインメソッドを書いておいて、まあちょっと DLL じゃなくてエグゼの話をしてますけど、まあそれあのコンパイルすると、そうするとそのエグゼが作られて、そのエグゼを実行するとメインが実行されるみたいな、そんな流れから、今なんかメインになったらっていうメソッドをなんかテストの題材にして、あのここに実装しまくってたんですよね。int64 メインとか int32 メインとかテスト用のコードとして作って、でそいつをかますみたいな流れになってたんですよ。あのインフラとは全く関係ない単にこのメインという名称が今ここで使われているというだけで、何もあの関連性はないんですけど、だけどこういうツールとして独立させようと思うと、ここに DLL を渡す、それはアセンブリだから内部に、メソッドはいくらでもあるし、そのメソッドは単独で存在できなくて何らかのクラスの中にあるってことになりますよね。なので、今までは、この今までってこの散々テストしているコードというのは具体的なクラスの、テストクラスのテストクラスの中にあるこういう名前の、 あのメソッドをあの C に変換する、コンバーターを呼び出して変換するみたいに具体的に指定してたので、それぞれのメソッドを変換できたんですけど、今回ツールでアセンブリだけ渡すと一体どのメソッドを変換すべきかっていうのがわからないですよね。だからここの部分をどうするかを考えなきゃいけないと。でまあ方法の一つとしては、とにかく見つかったクラスの中にある見つかったパブリックなスタティックなメソッドを全部変換対象にすると。もちろんあの今全然なんていうんです、その変換の対象になってないあのあらゆる要素はここに含まれてたら今おかしなことになってしまいます。例えばまあ、今ちょうどここに出てる例だと、戻り値をイントにすることはいいですね、イント3にキーになるから。だけどストリングの配列、ストリングもダメだし配列もダメですよね。だからあのここに指定するやつは必然的に現在の実装ではまだ制限が、あのかなりきつい制限があります。まあでもその制限に従ってメソッドを作ってあれば、そうすればとにかく何らかのクラスの中にある何らかのパブリックなスタティックなメソッドを全て抽出対象にするというふうにすれば、まあつじつま合いますよね。でまああとそうですね、まあ余力があれば、これでクラス名があります。だから、C の世界にはあのクラスはないですよね。それから、実は名前空間もない。だからこいつを変換してあの C のコードにするときって、今までは手動で指定してたから、このメソッド名で直接その関数名を割り当てていたけども、だけどここから自動変換する場合って、メソッド名だけでは、まあ、重複しないように全部名前を付け分ければいいんですけど、まあ、あのより望ましくはあのクラス名と、それからそいつが存在する名前空間名をあの変換された C の関数名にあの付け加えてやることで全部区別できるようにあのするのが、まあよりベターになると。だからこれはまあ余力があればそれを、いやあの時間が長くなりすぎなければやることにしましょう。例えば例としては、ネームスペース、仮にですけど、ネームスペーステスト、仮にネームテストという名前空間の中にホゲというクラスが定義され、その中にメインというメソッドがあった場合、それを変換したら C の他のコードとしては、int 32t のテストアンダースコアホゲアンダースコアメインみたいな
あのシンボル名であの C の関数が定義されるみたいにすれば、まあたくさん定義されてても全部違うユニークな名前になるはずですよね、関数名として。なんでまあ余力があれば最後にあのもしあまり時間が経過してなければあのこういう変更も加えてみることにしましょうか。なのでやるべきことはまずナンバーワン、このこっちですね、エグゼの間違えた、エグゼプロジェクト、あエグゼプロジェクトの現在の、実装をフィックスする、内容としては引数を受け取る、トゥーアーギュメント、あレシーブ、うんと、レシーブトゥーアーグス、それからロードアセンブリをロードしないといけないですね。このアセンブリのパスが指定されるのでそいつを読み込む、ロードアセンブリします。それからそこの中をリフレクションで全部探索する、あの見つかるクラス、それからあじゃあ見つか名前交換はあの間接的にしか列挙できないんで、列挙できるのはクラスとかインターフェースとかの型ですね。なんで型を列挙していって見つかったクラスの中にある全てのファブリックスタティックなメソッドを抽出する、なんだ、エクストラクトメソッド、メソッドです、条件としてはパブリックスタティック、その他の要素、引数の型とか戻りの型については、検査は今回もしないです。ちゃんとそれを満たしたアセンブリをかましてやる必要があるというのを最低条件とします。でこれが できればあと、C のソースとして吐かせればいいですね。今あのコンバータのインフラは全部あの出力先はテキストライターで受け取ることになってるんで、あの、まあ、これを見据えてそうしたんですけど、あのテキストライターをあのこ の, あの2番目のオプションに指定されたパスに出力するようにしてやればいいですね、はい、で余力があれば、余力があれば、シンボル名、フリークオリファイドシンボルネームネーミング、これをやると、こんな感じですね。さあじゃあ頑張ってやりましょうかね。まず最初は、IL2C エグゼがあの2つの引数を受け取れるようにするってことと、それから、アセンブリをロードするってこと、あ、まあ、もう一個書いておきましょうか。オープンアウトプットプットライターですね、はい、この3つをやると、はい、こんな感じです。じゃじゃっといきますか。さてじゃあちょっと一回、全部閉じて現状のエグゼのプロジェクトがどうなってたかちょっと見直しますか。本当に忘れてるんで、それはこの、IL2C っていう小文字で書いてあるこれですね、これにプログラム CS だけあります、これですね。さてどうなってたかな。ああなるほど。これあれですね、
ット用の、実装をこうやって用意しといて、それをリフレクションで、メソッドインフォを得て、で、コンバーターにかけて、変換した結果はコンソールに直接出力するというような感じになってますね。なので、ここをゴリゴリと変えていく感じですね。じゃあ、まず、このテストコードはいらないので、削除します。で、そうすると、ここから、ソースコード上で、リフレクションで、型を特定できなくなるので、あれですよね、この args からやってくるパスで、アセンブリを読み込まなければいけない。なので、全部動的にやるってことですね。なので、まずここでは、args の長さは2でないといけないですね。2つのオプションが指定されなければいけない。なので、2、イコールイコール2じゃなくて、2じゃなければ、コンソール、ライトライン、まあ、油性字でも出しときますか。IL2CL で、ターゲットアセンブリー、アウトプットソースコードみたいに出して、で、こいつはもうすぐに終了と。で、メインは、通常ボイドですけど、イントで値を返せるので、まあ、こんな感じにしときますか。はい。まず、これが一つ。これで、args に二つ、なんか、引数が指定されていることが確定するので、それぞれ取り出します。アセンブリパスは、args の0に入っています。アウトプットパスは、args の1に入ってます。まあ、エイリアスをこうやって作っておきます。で、アセンブリをロードするのは、まあ、いくつか方法あるんですけど、まあ、リフレクションの、リフレクションを使います。アセンブリーイコール、アセンブリークラスというのがあり、こいつにロードフロムというのがあります。これで、アセンブリーパス、を指定してやると、そこから、ここで指定された、パスのアセンブリ、まあ DLL ですね。DLL ファイルを読み込んで、返ってくるのがアセンブリ型ですね。アセンブリ型。これもしロードに失敗すると例外がスローされますね。今ちょっと何も、例外キャッチしてないですけど、まあ良しとしましょう。はい。で、すべてのファイル、すべてのクラスを列挙するためには、アセンブリにゲットタイプスっていうのがあるんですよ。これで、タイプの配列が得られます。このアセンブリの中に定義されている、すべての、型が列挙されて取得できます。なので、これを掘り下げていけば、いつかメソッドに到達すると。いう感じですね。で、まあ、それをやる前に、アウトプットパスの方をやっときますか。それは、アセンブリのロードができたら、出力先のファイルは、ファイルストリームでオープンします。パスと、それからファイルモード、クリエイト、ファイルアクセス、リードライト、ファイルシェア、ナン。で、テキストライターがいるので、テキストライターをここで作っときます。FS。文字コードは UTF-8 でいいですね。UTF-8。VC++ を対象とする場合は、本当は UTF-8 ではなくて、ASCII の方が、ASCII かな、デフォルトか。デフォルトがいいんですけど、まあ、UTF-8 にしますか。まあ、UTF-8 で出力した場合で、なおかつそのソースコードをそのまま、VC++ にかける場合は、VC++ のオプションに、確か UTF-8 として読み込むというオプションがあったはずなんで、それを指定すれば正しくなりますね。ただ、まあ今喋ってて気がつきましたけど、今文字列とか一切扱ってないので、まああんま関係ないですね。
まあ、あの UTF-8 にしときます。はい。これで、あと、全部出力し終えた後、フラッシュを忘れないようにしないと、出力が一部失われますね。なので、フラッシュはしておくと。で、イメージとしては、これがこの中に入る感じ。こういう感じですよね。はい。じゃあ次に、ここ、どうするかというと、我々が欲しいのは、メソッドの情報ですね。メソッドインフォを、ここからリンククエリで絞り込みます。なんだ。from type in get types。で、条件が、where type is、どうしようかな。あ、でも本当は全部対象にしなきゃいけないか。あの、パブリックかノンパブリックかとかで分けるかと思ったんですけど、クラスに実装されている全てのあのメソッドは変換対象にしないといけない可能性がありますね。パブリックだけを対象にしてると、そのなんかパブリックに定義されたメソッドがプライベートなメソッドを呼び出している場合に、それが全然呼び出すコードが、あの生成されなくなってしまうので、ダメですね。あの、ただ、まあ、こんなことを喋っててもあれなんですけど、メソッド、あの、C に変換された関数の中から別の関数を呼び出すというところは今全く実現できていないので、まあ、実は、まあ、あの、ここでそんな心配をしても全く関係ないんですけど、今のところは。まあ、あの、内容としてはそういうことですね。あの、パブリックだろうが、プライベートだろうが、関数の出力はしないといけないので、その判定はしなくてもいい。ただ、実装を持っているのは、クラスか、またはバリュータイプですね。なので、ここは、タイプは、バリュータイプを対象にしますか。これでいいかな。そうですね。はい。そして、今度は、メソッドを列挙します。今タイプが列挙できたので、ここから get メソッドで、メソッドを全部列挙します。バインディングフラグズ指定しないと、パブリックしか取れなかったかな。一応指定しておきますか。バインディングフラグズ、パブリック。バインディングフラグズ、パブリック、ノンパブリック。それから、バインディングフラグズ、スタティックですね。ここでスタティックって書かなければならないということは、すなわち、インスタンスメソッドは今回抽出しないですね。裏を返すと、我々は、おそらくバリュータイプとか、クラスをサポートしようとするときには、インスタンスメソッドについてどうやってハンドリングするかということを考慮しなければならないということです。まあ今は関係ないので、そのまますぐにします。で、これでよかったかな。そうですね、本当は規定メソッド、だから規定クラスを探索するかどうかとかありますけど、まあでも列挙が成功していれば、それはいいかな。この今見ている、このタイプですね。今参照しているこのタイプに直接定義されている、メソッドだけを対象にしますか。そのためには、declared only を指定します。これで、対象となるメソッドが抽出できました。はい。スタティックを指定しているので、今回の条件としては、パブリック、スタティック、あるいはパブリックではないもの、スタティックの両方を変換対象とすると。いいですね。で、これでメソッド出たので、メソッドを返します。あ、もう一つありますね。もう一つ、バインディングフラグズで、ちょっと字が小さすぎるかな。ああ、ちょっとごめんなさい。揺れました。
どれかな、セットプロセスサプレスチェンジタイプ違いますね。あれなかったかな。クリエイトインスタンスデフォルト、エグザクト違いますね。あれ何だったっけ、 何をしようと思ったんだっけ。メソッドは、ああそうか、ここでバインディングフラグズがわからないんだな。仮想メソッドとかありますね、バーチャルとかね。あれも除外しないといけないけど、スタティックで指定してるからその可能性はないか。あ、ないですね。ごめんなさい。大丈夫です。大丈夫なので、これで、メソッドが、必要なメソッドは抽出できた。から、このメソッドを使って変換すればいいってことになりますね。つまり、テストコードでやってた、このゲットメソッドまでが、完全に動的に取得できるっていう状況に今なりました。なので、あとは、コンバーター。を使ってコンバートするだけです、対象となるメソッドはこれ、引数、インデントはまあ4文字にしときましょうか。そして出力先ですね、コンソールアウトになっているやつをテキストライターを渡してやると。はい。でこれで見つかったメソッド全てについてバン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 出すみたいなイメージになりますね。まあちょっと出した後、テキストライターで、ライトラインで、まあ一行ちょっと空白を入れておきますか。こんな感じですかね。もうできたんじゃないですか、これで。なんとなく。まずビルドだけしておきます。はい。で、今いいよな。ちょっと、そうですね。テストビルドの方、エラー出てるわ。なんだこれ。戻り値返してないですね。終了したときに。ごめんなさい。ここで0。これでいいかな。はい。いいですね。フィールド通りました。で、これのテスト方法なんですけど、その解析対象の、何かプログラムがいりますよね。それ新たに、プロジェクトを作りますか。ニュープロジェクトで、ドットネットフレームワーク読んでいいような気がします。VC シャープで、普通にクラシックデスクトップで、ライブラリで、IL2C テストターゲットみたいな適当な適当なプロジェクト名で作ります。はい、できましたね。で、これの、パブリッククラス、クラス1。これは、そうですね。まあ、さっきちらっと例で書いたホゲという名前に合わせておきますか。そして、パブリック、スタティックである必要がありますね。それから、まあ、例えば、どうしようかな。int、カリキュレート、どうしよう。なんか呼び出し分けがちゃんとなされてるかどうかみたいなものをやりたいですね。なので、まず、add1 にしときましょうか。int a と int b を受け取ります。これの計算は、a たす b たす1みたいにしますか。これ今、さらっと書きましたけど、本当に動くよな。こんなコード、今までは書かなかったですね。大丈夫かな。もう一個指定しますか。ブールいけますよね。いけるはずですよね。ブール。じゃあ、あとにしとくか。じゃあ、
と、まあ、いや、あと1にします。で、フラグの値に応じて、1を足すか2を足すかが決まるみたいにします？ちょっと B やめて。フラグの値に応じて、1を足すか、2を足すかみたいにするか。ちょっとわかりにくいな。フラグがトゥルーだったら2を足す、フォルスだったら1を足すみたいにしましょうかね。はい。is to とかにしとこうか。ぐだぐだなプログラムです。で、同じクラス内に別の名前で、もう一つ別のあのメソッドを追加しましょうか。これ、せっかくなんでね、ロングとかにしましょうかね。ロング。はい。ああ、大丈夫ですよね。こんな感じでいける。うわ、微妙に、これ L じゃなくて大丈夫かなとか。多分、昆布 i8 が呼ばれて、拡張されてからアットされるみたいになるかな。いや、面白そうですね。はい。で、じゃあ、さらに、このホゲは、ちょっとホゲワンって名前にしときます、変えておきますね。あの、ホゲワンクラス。で、もう一つクラスを足す。ホゲ2にしますか。ホゲ2クラス。で、まあ、こいつも、アット1、アット2って名前にしておきますか。そうすると、さっき言った3番目のシンボル名の区別が完全に付けれるようになれば、そうすればこれの呼び分けも成立しますよね。そこまで到達しないとちょっと問題ありますけど、いけるはず。まあ、ちょっとその時のために名前は変えときましょうか。一応1になるようにしときます。で、ここは、どうしようかな、バイトとか。足した結果は、バイトにキャストしないとエラーになりますかね。はい。それからここは、U ショートとか。まあ、かなり適当ですけど。こんな感じにしておきますか。はい。これで準備が整ったかな。これをビルドしておきます。よし、できた。で、こいつは、この IL2C テストターゲットというアセンブリが出来上がっているはずなので、確認します。瓶のデバッグの下ですね。できてますね。IL2C テストターゲット。こいつを指すように、デバッグ時に指定すればいいですね。この IL2C を。ちょっと見にくい。デバッグ。コマンドラインアーグメンツ。下に、ちょっと見えないですね。下に2つ戻って、このプロジェクトの、下に2つかな ?3 つ戻らなきゃいけないかな。戻って、このプロジェクトの瓶のデバッグのこの DLL。こういうイメージですかね。そして、IL2C テストターゲット C というファイルを出力すると。はい。こんな感じかな。さて、じゃあ、ちょっと、ブレークを入れて確かめてみますか。こいつをスタートアッププロジェクトにします。で、実行します。はい。2個指定されてますね。ちょっとパス1が正しいかどうか微妙ですけど。で、実行続けます。はい。
取れました。そしてアセンブリのロードをします。あ、ロードできましたね。エラーは特に出なかったですね。で、こんな感じで、アセンブリのインスタンスが取れています。ここには、ゲットタイプ呼び出さないとちょっと中身見えないですけども、まあちょっと後にしましょう。で、C のソースコードを出力する先を今、ファイルストリームでオープンします。あれ？エラー出ましたね。because it's being used by another process。 ああ、そうですか。え？ The process cannot access the file。 IL2C bin debug。 IL2C test target C。 あれ？ファイルモードクリエイトになってますよね。何を言ってるのかいまいちよくわかんない感じだな。通信の IL 通信の便のデバッグの IL 通信テストターゲット。え？どういうこと？なんか何も問題ないように見えますけどね。なんかファイルがあるのかな。bin のデバッグ。IL2C テストターゲットというファイル自体はあるけど、別に問題はなさそうですね。何なんでしょうね。まあいいや。じゃあ、ちょっと、これもう一回実行しますね。まあ、オープンできましたね。はい。で、このストリームから、ストリームライターを作ります。こいつに対して、出力していくと。うん。で、ここで、型を列挙します。こういう条件で。されましたね、列挙。このメソッドは何かというと、add3 が最初に来ましたね。字が小さすぎる。add3 ですね。来たのは。列挙されたのは add3 です。そいつに対して、コンバートを呼び出すと。おー。楽しそうな感じですね。呼び出しました。なんか出た。アサーションが出た。なんだ一体。バイト。バイトの値をスタックにプッシュしようとしますね。それは全部駆逐したような気がしたけどしてないのか。これ、ロードアグゼロ、そうか。なるほど。アッド3は、パラメーターの引数ですね。引数の型がバイトになってますね。で、ローダーグゼロの実装が、パラメータタイプ、すなわちバイトをそのままスタックにプッシュしようとして刺さってますね。アサートが入っててよかったみたいな。でもここちゃんとやらないといかんですね。忘れてますね。そうか、引数の、処理は、イント3にメインの時にやってますね。やってるけど、それ以来触ってないから、ここを直すの忘れてますね。はい、みたいな。じゃあ、直さないといけないですね。ここはどうやるべきかというと、ロードロックとほぼ一緒になるはずですよね。要するに、ローカル変数か引数かの違いだけですよね。ってことは、このコンバータユーティリティーズと同じような感じ。で実装しなきゃいけないと。やっぱりここなんかほぼコピペになってしまうのが気になりますね。この辺もやっぱり真面目に共通化しといた方がいいような気がしますが、今はコピペします。ロードアーグコンバータユーティリティーズのアプライトで、これ結果的に一緒ですけど、ローカルインデックスではなく
で、パラメータインデックスと名前を書いておきます。そしてコンテキストのローカル見ててはいいんがないので、ローカルではなくてパラメータのパラメータインデックスのものを見ます。対象のパラメータを確認するようなイメージになります。で、型はパラメータタイプになります。で、パラメータタイプがブールの場合、あれこれターゲットタイプになってますね。これはこうすればいいですね。あ、この辺もそうですね。あ、さっきのコードも直しておいた方がいいです。はい。で、ブールだったら、スタックはあくまでもイント3に、そして、ここの代入式ですね。これはローカル変数ではないので、ここをシンボル名が出るようにしなきゃいけないですね。で、パラメータインデックスじゃないですね、それは。パラメータにシンボル名あるので、パラメータのネームかな？ネーム？そうすると、int a とか書いてあると、a っていうのが得られるはずなので、シンボル名イコール a、クエスチョン1または0みたいなコードになって、いい感じになると。はい。で、ここは一緒ですね。バイト s バイト、ショート u ショートだったら int にする。で、スタックにプッシュするのはターゲットタイプで、で、ここもそうですね。参照するシンボルは、パラメータの名前っていうふうにします。はい。これで、アプライの実装は OK なので、ロードアーク0をこいつらを呼び出すように変更する。リターンです。リターン、アプライ、0番目ですね。パラメータ0を、対象とする。そして、使うコンテキスト。こんな感じですね。で、同じように、ロードアーグ1は、単にここの引数を1にすればいいと。よし、直った。はず。ちょっとテストを発射しておきましょうかね。あ、エラーで出ますね。uint。なんで？何でエラーで出ますかね。あ、なんか微妙に違うって言ってますね。n イント。あ、私、ひょっとして、ここのテストコード直してないか。なんか、いろいろ良くないです。ちょっと先に、引数ですね。引数のテストは通ってますね。この、シンプルオーバーオールバイイント3に with arguments サメーションテスト。ここで引数があるパターンをテストしてますね。int32t の a と int32t の b と。で、a と b はこういうふうにシンボル参照してますっていうコードについては通っているので、一旦これを、コミットしておきます。そうですね。アイル通信。コア、ローダーグコンバーター。今見てるのはですね、関係のあるコードだけを直したいなと思っていて、これだけですね、ローダーグコンバーターだけ。なので、ステージセレクテッドで、これだけをステージングし、これはまだやりたくない。これもそうですね。で、あとこの辺は新規に追加したやつなので関係ないですし。fixed, load arg, load arg target argument type and ming とかにしとく。なんかちょっと意味不明な気もしますけど、いやいや、
今の修正点だけ先に行きました。そしてもう一つここのテストを直さなきゃいけないんですが、それは C のソースコードとしてはやったような気がする。uint16withmaxValue のメインボディ、これはですね、今あの C のテストコードとしてあのソースコードに入ってる、まさにこれですね。これをあのテストコードのところに埋めればいいですね。ローダーグ、ロードコンバーターちょっと消して、これか。ここを、いつも通り、これじゃない。これか。ここですね。ここを、いつも通り、一旦消してしまい、そして、空の出力で一旦埋めます。はい。そして、こいつを持ってくる。あれか。ここでブロックコピーしないといけないですね。これで、ブロックコピーします。で、ここにペーストします。さらに、インデントを2個に減らします。こっから、ここまでも減らす。そして、ここも減らすと。で、残る関係ない改行は削除すると。これで、このテストが通るはず。あ、通りましたね。もう一回ランウォールします。はい、大丈夫です。じゃあ、こいつもコミットしておきます。コンバーターのテストですね。ここ。これだけをステージングして、fixed uint 16 with max value です。で、コミットしておきます。はい、これでいいですね。じゃあ、改めて気を取り直して。どこまでやったかというと、ちょっともう一回見ると、テスト用のプロジェクトを追加して、で、今、そっか、デバッグしようとしてたんですね。それがやってみたら刺さったみたいな話だったかな。もう一回ちょっとじゃあ実行してみます。はい、で、いきました。ソースコードも出力準備できました。最初のメソッドとしてAt3 が列挙されました。で、コンバート呼び出す。お、また出ましたね。なんだろう、インバリッドコードをアウト3。ちょっと無理があったかな。これはじゃあ IL スパイで見てみますか。IL スパイで。アウト3ですね。ポゲ2のアウト3。BR トゥルー。はいはいはい。あと、コンブ U1 はありますね。BR トゥルーだけ必要ですね。BR トゥルーがサポートされれば動くのかな。ちょっと、さすがにいい加減に書きすぎたかな。なるほど。安全方向に倒そうか。テスト用のコードを僕は参考演算子で書きました。多分分岐はうまくいくだろうと思っていたら、何のことはない、対応してない BR 命令を使われてしまったみたいな話ですね。これですね、このコード。どうしようかな。なるほど。こうしときますか、苦肉の策で。
要するに VR フォルスを使わせればよくて、多分なんかこの、ああ、わかんないな、でもどうなんだろう、こうやって書いたら VR フォルスに倒れてくれないかなって気がちょっとしてるんですけど、どうかなあ。あ、VR フォルスになりましたねなりました。あ、じゃあこれはこれでうまくいくかな。もう一回ちょっとこのまま動かしてみましょうか。他のも対応が必要ですけど、来ました。そのまま実行を、これで来ました。コンバートします。あ、通りましたね。まあでも多分次のメソッドで刺さりますね。あ、やっぱりそうですね。で、同じ2だから同じですね。じゃあとりあえず苦肉の策として、あ、でも明日のデモでそれ生えないよね。デモンストレーションとしてはあまり美味しくないかな。あ、 VR トゥル出しますか。まあ、あの、そんな難しくないですよね。VR コンバーターの、VR フォルスエースコンバーターは今ここにあります。フォルスエース、トゥルーエースになるかな？そうですね。VR トゥルーエースがサポートできれば、動くコードが出るんじゃないかということですね。なので、こいつを、コピペで、VR トゥルーをでっち上げます。ここも、オペコードを VR トゥルーにします。で、やり方は、オフセットの計算とかはまあ一緒ですよね。それからニューパスを MQ するのも一緒です。対象が、数値かどうかを、確認するのも一緒です。ここか。これですね。これが0以外になればいいんですよね。1だとまずいですよね。多分、なんか1とかがやると、1じゃない何かの値でも条件が満たされたと判断しなきゃいけないような気がするので、やっぱりここは0以外ということですね。まあ、これだけじゃないですか。で、すべての数値は、0で、型拡張、拡張が必要であればされるはずなので、大丈夫ですね。これでいいような気がします。さあ、どうかな。スタート。はい、来ましたね。ちょっといきなり終わるとわけわからないです。フラッシュで一応止めておきます。で、実行を。実行。おお、例外出なかったですよ。全部出ました。で、フラッシュして終了。おう、そうすると、出てるはずですね、ソースコードがね。これ VS コードでちょっと見てみますね。なんかいっぱい出てるな、もう。CC++ を入れろって言われてますね。入れとこうか。うん。このままでワック。まあ、とりあえずこれでいいかな。しかもアップデートもしろと言われてますね。これ時間かかるんだったかな。ああ、なんかビデオ撮りしてるのに。ごめんなさい。多分、そんなものすごくはかからないはず、VS コードだから。さあ、これが動けば、あとはさっき言ってた、あれですね、3番だけですね。名前空間を含んだシンボル名を生成できるようにするっていうのが課題になりますね。までで何分だったかな。あ、56分、もうすぐ1時間ですね。急げ、気合を入れろ。行け、あとちょっと。よし、行った。出た。
いいです、いらないです。で、リリースノートもいいです。はい、これでいいかな。OK、OK。お待たせしました。何？ Please reload the installation change. あ、まあ、リロードしておきますか。もうなんかいっぱい出て嫌だな。寝場所あげる。はい。はい。さあ、どうなんだ？おう、アット3出てますね。はあ、インクルード毎回してますね。まあ、標準インクルードは、多分バリアあるので、デファインで切り分けてあるので、多分何度インクルードしても実害はないと思うんですけど、あんまり嬉しくないですね。で、まず、アッド3出てます。それから、アッド4もなんとなく出ています。GoTo0000。で、こいつは L0001。いやー、本当に大丈夫かな。あ、なんか1と2を切り分けてますね。おー、すごいじゃないか。ちゃんと出てるじゃない？うん。で、あと1が来ました。うん。で、あと2が来ました。これいいんじゃないですか？バッチリ出てるような感じですよね。この、ま、ちょっとヘッダーのインクルードは早いですけど。うん。いいような気がしますよ。じゃあ、どうしようかな。どうしようかな。これで、出力されました。そいつを使ってさらに、この VC++ のプロジェクトで、ビルドできるようにしちゃいますか。このターゲットコードエッジですね。ここへ出力するようにしてやれば、そうすればそのままさらにビルドできますね。ちょっと、N 回ビルドを走らせないと全てのビルドが終わらないとかいう状況って非常に嫌で、本当はそれやりたくないんですけど、まあ今は、簡易的に、ちゃちゃっとできるようにするためにわざとそれをやりますね。IL2C で、出力先、ここだ。これですね。これを、1個、2個、3個でソリューションまで戻るので、ここの、IL2C C ランゲージテストの下の、なんだっけ、名前が。ターゲットコードエッジ、エッジに対してソースコードを出力するというふうにしましょうか。はい。そうすると、今、まあ、なんか直前にやったこの uint16 のコード出てますけど、ここが、add とかに置き換わるはずですね。もう一回実行してみます。この辺ブレーク外しますね。あ、これもそう、これもそうですね。これも外して、はい、出ましたと。で、そうすると、ターゲットコードエッジには、あ、出てますね。アット3、アット4、それからアット1、アット2と。全部出てますね。おお。なので、この状態で、メインを直さないといけないですね。これがもうないので、これを直さないといけない。こいつは、あと1とかあと2とか呼び出して、あと1は、123とか、で、フォルスだと1が足される。
あ、ちょっとアサと直接書くの良くないかな。あと1は何だったっけ、ヒント32キーですね。ヒント32キーの I32R とかしときましょうか。あ、I32R1。はい。これは、アサートのエクスペクト、ああ、もうめんどくさいんでインラインで書きますね。124になるはず。I32R1。はい。で、R2 は、こいつを true に変えます。そうすると、2が足されますよね。なので、こいつは、123じゃない、124になる。で、こいつは125になるはずですね。こうか。こういう感じ。合ってるかな。合ってますね。というような感じで、次。あと2のパターン。2はイント64ですね。黙々と書いてますけど、64キー、あと2、はい。で、64の値を取るので、なんかもっとでかい数字の方が面白いですね。こんな感じにしますか。はい。そうするとこいつはフォルスだと1を足すので、こうなるはずですね。そして、マイナスで true とかにしてみますか。こいつは、2が足されるので、3ですね。になるみたいな感じですね。ちょっとこの2つを動かしてみるかな、実際に。どれだ、スタートアップ、でブレーカー入ってるんで、そのまま実行します。はい、来ました。そして実行します。124、あ、いいですね。で、これが125も大丈夫ですね。で、これ、1,2,3,4,6 も大丈夫ですね。合ってますね。で、こいつは、1,2,3,4,3、合ってますね。おお、いい感じじゃないですか。じゃあ、残りも、いきますか。はい、あと3。3って何でしたっけ？ uint8 か。uint8。はい。じゃあ、250とかにしますかね。uint8 なんで、いいですよね。はい。uint8 の最初の、答えは251になるはずですね。あれ？これ？あ！デバッグアサートと、なんか。書き方が、あ、じゃあ、アサートアイコールと間違えてます。これ、イコールで比較しなきゃいけないじゃないですか。なんかね、あの、ブレイクポイントに、じゃないわ、あの、ステップした時の停止位置が微妙だなと思ったんですよ。はい、すいませんでした。こんな感じですね。ユーハイツ R に、アット3で、250を true で呼び出した場合は2が足されるので、252になるはずですね。これ実行しますね。あと、あ、これでいいか。うん。で、実行。うん、今のところ通りますね。で、残るは、あと4。
こいつは U イント16なので65,530とかにしますか。こんな感じですね。 UI16 で、こいつは65531になるはず。こいつは65532になるはずですね。はい、これでアットの4つのパターンが全部テストできた。はい、そのまま走らせます。はい、アサート出なかったですね。あ、素晴らしい、ネイティブコードで動きましたよ。ちゃんとツール化しましたね。はい、これで、上の1と2ができました。最後のやつを、まあ、やるかどうかの前に、コミットしておきますね。あって、トータル、なんじゃない、チェンジ、IL2Cエグゼインプルズトゥ、トゥールライクアーキュメントチェンジっていうかサポートですね。サポートと、はい、それからなんだ、アテッド、トータル、トータル、コンバージョンテストとかにしておきますか。はい、これで、今、1時間10分。名前空間のサポートをちょっと見てみますか。せっかくなのでね。名前空間をサポートするには、今ここでメソッドまで特定できましたね。で、シンボル名をどうやって渡すかですよね。今コンバートで渡していくと、これメソッドインフォなんで、これから自動的に導き出されてるんですね。で、どうやって導き出しているかというと、このコンバートの中で、ここに渡ってきます。それをインターナルコンバートに渡してるんですけど、この、これですね。これ。こいつで自動的に決定されていると。ということは、ここを変えればいいですね。そんなに難しくない。どうやるかというと、フルネームみたいにして、ストリングフォーマットを使って、0、1、2ぐらいですかね。あ、で、ドットが使えないですよ。C プラプラじゃなくて C なので、名前空間もなければ、クラスもないので、こう書くしかなくって、で、実際どうするかというと、まず、メソッドが定義されている外側のクラスですね。クラスを取得するには、デクレアリングタイプを取得します。ちょっとこれ一回外出しますね。バータイプイコールデクレアリングタイプで取れるようにします。そいつのネームスペースでまずネームスペースが取れます。それからそのクラスの型は、ネームで取れます。これね、フルネームっていうプロパティもあるんですけど、ネームスペースとネームをくっつけるのと、フルネームで取れるものって若干違うんですよ。それに、今回は、アンダースコアで繋がなきゃいけないということが分かっているので、まあ、ちょっと別々に取ります。さらに今話をしながら気がついたけど、ネームスペースはピリオドで区切られるので、これはすべからこう置き換えないといけないですね。リプレイス。ドットが存在したら、それは全部アンダースコアにすると。はい、危ない危ない。罠ですね。そして、メソッドの
名前も後ろにくっつけると。これなら、大丈夫ですね。大丈夫じゃないパターンもあるか。インナークラスとかがそうですね。インナークラスは、どうなんだったっけ。プラスで結合されるんだったかな。ネームスペースのネームの、でも、真面目にやろうとするともうちょっと深掘りしなきゃいけないんで、まあ、とりあえず今、ネームスペースのサポートは、いいです。まあ、リスクないですけど、ちょっとめんどくさいので、これでいいことにします。で、フルネームを、このメソッドネームの代わりに使うようにすると。メソッド名の出力は、ここ以外、ここに指定された文字列以外ではやっていないはず。これですね、この メソッドネーム。で、しかも、例外とかで使ってる場合も基本的にこれをそのまま出力するようにしている。まあ、それが望ましいかっていう問題もあるんですけど、まあまあ、なので、問題ない。問題ないですね。どうしようかな、それ。本当はドットの程度で区切られたもの、名前を渡してて、で、C のソースで出力するところで、ドットの程度を全部アンダースコアに置換するっていう風にした方がいいかもしれないんですが、悩ましいな。デコードコンテキストでメソッド名を渡してますよね。だから、例外に含まれるメソッド名とかも全部この名前になってしまう。あと、あれ、どこで出してたっけ？あ、これか。あれですね。関数名としてはここで出してますね。これの1が、これがそうですね。悩ましい。やっぱりね、やっぱりここでリプレースしようかな。リプレースで、ドットが存在したら、それは全部アンダースコアに置き換えるみたいにしておいて、上から指定される名前が、ここですね。これは、ドットのデートで区切られたものを、そのまま渡すようにしますか。そうすれば、C の関数名はアンダースコアで区切られたものになる。エラーメッセージとかに含まれる名前は、ドットのデートで区切られた、我々が、なんていうの、普段馴染みのあるシンボル名で出力されるので、この方がまあやっぱりいいかな。こうしましょう。はい。で、これをやると、これをやると、まずこれが IL2C テストターゲットの、ホゲ1のアット1みたいな感じになるわけですよね。こいつを変換した結果というのは、この、C のこのターゲットコードの中に自動的に含まれる。メインでそいつを参照しているので、ここを直さないといけないですね。こいつを、こういう感じの名前になるってことですね。いやー、これ、微妙ですね。そうか、なんか、初めからアンダースコアが含まれている名前空間とかにされると、そこの区別つかないですね。でもこれ単純には解決できないか。あと3はホゲ2ですね。あと4もホゲ2ですね。今まだ出力してないので、エラーになってますね。インテリセンスが赤字になってる。ビルドします。これ、選んでちゃうな。しょうがない。何すればいいんだ。この IL2C を動かすか。これを動かすと、まあ、こういうことがあるんでね、なんか、その2回ビルドしないと全てが終了しないとか嫌なんですよ。一発のビルドでうまくいくようになんとかしておきたいんですが、まあ、しょうがない。今出力させたら、これエラーなくなりましたね。だから実際こういうメソッドが出てるんですよ。ターゲット構図見ると、出てますね。この IL2C テストターゲットホゲ2アート3みたいに出てますね。はい。
これね、まあもうこれは今回の作業としてはこれでいいってことにするつもりですけど、今後IL2C という名前はあくまでもその出力するコードを C 言語のソースとしてコンパイルできるようにするってことを念頭に置いているんですが、なんとなくね、逆に今これ C シャープのコードをこう C に出力するってことばっか考えてるんですけど、こうやって出力されたこのメソッドをその C 側のコードから使うみたいなことを考えたときに、このシンボル名使いにくいですよね。まさに今、メインから、こう、その C シャープ側のコードを呼び出してるような感じなんですけど、その時にこんな感じで名前を指定するわけですよ。わかりにくい。でね、これのためだけに、要するに、なんていうんですか、ベター C としての C++ ってよく言うじゃないですか。なんで、これのためだけにね、C++ を要求するっていうのもありかなとか、あるいは、なんかこう、オプションの指定で、もう本当に準拠、完全に C99 に準拠する、こういう形式にするか、その名前空間と、その型の指定、だけがそのこうドットノーテートで指定可能になるようなそういうベター C としての C++ としてソースコードを生成するみたいにするかどうしようかなっていうのはね、ちょっとねもやもやと考えてはいるんですよ。まあやるにしてもね、まだ後の方で対応ってことになるとは思うんですが、そういうのを切り替えるようにした方が結果的になんか使う側は使いやすいのかなって、そのどうしても C 言語でね、C だけでビルドしたいっていう場合は C で出力すれば、その代わりこういうふうに指定しなきゃいけないのでなんかいろいろ不便だけども、でも、C++ が使える環境で別に C++ で書くのもやぶさかではないとかいうような環境だったら、かえってそういうモードを用意しておいた方が楽に書けるようになっていいんじゃないかなって気もちょっとしてます。まあ今後の課題ですね、それね。はい、あ、今なんか見ててちょっと間違いを、ここの型違いますね、これ8ビットなんだっけ、ユイント8か、まあ問題はないけどユイント 8T ですね、それ直しておきますね。下もそうですね、ここもそう。これは Uint16 ですね。ここね、なんかテストコードこうやっていちいち書かなきゃいけないので、もうちょっとなんか全体のそのビルドプロセスを練り直してうまく考えれば、このあたりも半分自動にできるんじゃないかなっていう気がなんとなくしています。そこまでやれば、C シャープ上のユニットテストとしてのテストも走らせ、なおかつ、変換結果をネイティブコードにコンパイルした結果を実際に実行して、その結果が正しいかどうかも確認できるみたいなのも含めて全部ビルドプロセスで自動化できて、それをアップベイヤーとかでかませられるようにすると、そうするとテストが非常に楽になりますね。そういうのもやりたいなと思ってます。だんだんこれね、多分テストケース すごく増えてくるんで、そうするとメンテナンスが大変なんで、そのあたりも考えておかないといけないかなと思います。はい、とりあえずこれでいいかな。もう一回動かしましょうか。今ちょこっとだけ変えたんで。はい、動きました。アサート出なかったですね。じゃあこれをコミットしましょう。サポーテッド、ネーム、なんだろう、サポーテッド、インクルード、ネームスペース、タイプ、ネーム、
キング。はい。はい、これでいいんですね。だんだんね、第何回か、なんか見ないと分かんなくなってきた。23ですね、タグ。シャープ6-23でタグっときます。よし、これで明日普通のビデオを松岡さんと撮るんですけど、その時に何らかの IoT とちゃんと連携させたデモが、まあ、できる土台が整った感じですね。ちょっと楽しいですね。まあまあ、ビデオの公開を楽しみにしてください。今、なんか喉までネタがでかかったけど、まあちょっとこのままにしておきます。はい、ということで、23回は、ツール化の、まあ限定的ですけど、ツールとして使えるようにするということをやりました。ということで、また次回、よろしくお願いします。ありがとうございました。